はい、どうもおはこんばんちは、上さん木村です。今日はですね、タワーバトル東方丈介編究極、こちらのフロア4ですね、攻略していきたいと思います。はい、パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、ロハンですね。フル衝撃、押しつぶ磁力、イガ様をつけてます。続いてクロキラですね。馴染む肉体、血管心、ソニーブ、渋滞の少年 A ですね。続いて、ジョウスケですね。生命時期、仲間、連携、スキルゲージ回復をつけてます。続いて、タロスケですね。産物、壁コン、見してやるをつけてます。そして、フレンドは、ふんがみですね。では参ります。かなり4ラウンドは運に任されたようなラウンド構成ですね。本当に運が絡んでます。さあ早速、倒していきましょう。さあ倒せましたね。続いては、ここはもう、そうですね、怪我の巧妙なのか。そして弱点に触れられない。手に触れられませんでした。そして鳥ちゃんが走る。さあ行きましょう。今度はいけるか。ここが問題です。倒しきれたようですね。良かったです。定石がいないと大変なことになってました。さあ続いて第2ラウンドですね。第2ラウンドは、確実に倒せるんですが、止まる位置ですね。ほんと止まる位置に問題があるととんでもない目に遭います。倒しきるんですけどね、倒しはするんですが、場所が悪いと A に止まらなかったりするんですが、これは良かった、運が本当に良かった。今のはさあ第3ラウンドです。ここはですね、もう黒キラーで走っていきます。カウントももう取られるんですけどね。スピードワゴンが倒せたらいいのですが、スピードワゴン倒せました。あともうちょっとぐらいはダメージを
ジョナサンに与えたいですね。さあジョナサンに、なるべくダメージを当てておきたいです。これはどうやら無理っぽいな。さあ行きましょう。これでジョナサン倒せるか、そこが問題です。倒しきりませんでした。倒しきれなかったです。これは痛い。さあそしてカウント5以上になるとですね、ということはこれでジョナサンは怖くなくなった。あとはジョナサンがどう動いてくるか。おっとジョナサンは動かない。大丈夫そうですね。それでは遠慮なくジョウスケで倒しに行きましょう。これはなぜか空振った感じがする。空振ってましたね。そういえば自爆がありましたね。忘れてました。仲間連携、仲間連携。ダービーを倒しておきたい、ダービーを倒しておきたい。せめては、せめてダービーは倒しておきたい。さあ行きましょう。続いてはこれカーズは倒せそうですね。カーズは倒せそうです。しかし一応大変なことになってる。まずいことになりました。非常に、まずいことになっております。ゆいちゃん倒れる。スキルゲージはこれで満タンですね。
スキルゲージは満タンですが、大変なことになってるのには間違いないです。そうですね、間違いないですね。一番大変なのが、ここはそうですね、ウオキラではなく、悩みどころですね。そうですね、やはりここははい、ちょっとですね、ここは回復も一応しておきましょう。ここは素直に進んでいった方がいいかもしれないですね。さっきと同じですね、さっきと同じです。でカウントが出ます。これでなんとかなるはずです。あとはヨハン先生が倒れないだけです。よかった、これでなんとかなります。なんとかなりそうです。はい、ロハン先生が死ななくなりました。さあ今度はスキルゲージを貯めていきましょう。敵のロハンが倒せそうにないのでね。おっと、ワンフも倒せてなかったんですね。これは良くなかったですね。まあ、行きましょう。はい、ウェーブギターを含められました。今度もこのままシーズへ倒しちゃいます。はい、なんとか無事クリアすることができました。ちょっとかなりダラダラしている部分もありましたけど、クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。次はですね、いよいよフロア5、こちらを攻略していこうと思います。ではラストバタイ。